今回はケンジントのトラックボールのボールの受け部分をルビーからセラミックボールに変更するとかなり動きが良くなったので紹介します。使用したのは 2mm のセラミックベアリングボールです。変更するとこの部分が白くなります。こんな感じ。これにしても全然動きが変わりました。付け替えも簡単です。最初からハマっていたルビーもここにはまっているだけなので、腕時計のバネ棒外し、これで引っかくだけ。本当にはまってるだけ。引っかき出すと簡単に外れます。で、使った道具としてはこちらのバネ棒外しと念のためピンセット、なくても大丈夫。あと細かい作業なのでこちらの拡大鏡も使いました。もう外してはめるだけ、とっても簡単。もうスルスルです。ボールの滑りを良くするのにトラックボール好きには有名なこちらのボナンザ、ボナンザをこのビニール袋に入れた状態でつけて揉んでます。そして一時置いて乾燥してきたらボールを拭いてコーティングを落として入れてます。セラミックボールとボナンザでかなり動きが良くなったケンジントのトラックボールの紹介でした。